イエーガーマイスター、イエーガーマイスターとは、ドイツ産のリキュール銘柄である。アニスや肝臓など、実に56種類ものハーブが使われている。アルコール度数は35度、エキス分は15.7%、濃や回をしている。カタカナ表記では、イエーガーマイスター、イエーガーマイスター、イエーガーマイスターなどと書かれることもあるが、本校では、イコイエーガーマイスターの表記で統一する。 イエーガーマイスターは、ドイツのブラウンシュバイク市から1 3トル南のボルフェンビュッテルにある、マーストイエーガーマイスター社が製造。同社は1878年に設立されたが、このリキュールのレシピを確立したのが1934年で、実際に販売し始めたのは1935年である。イエーガーマイスターは、ハーブ類、果物類、総根木皮など、 56種類の材料を使用して製造されていると言われている。この56種の中には、アニス、カモミール、キャロブ、ゲンチアナ、サフラン、シナモン、フェンネル、マテ、ミント、モツヤク、ラベンダーなどが含まれているものとの推察もある。製造工程の中には、これらの材料を蒸留種に一定期間浸しし、そうしてできた根性紙を蒸留した後、 オーク製の樽で9ヶ月以上熟成するという工程が存在するとされる。ただし、製法は完全には公開されていないため、詳細は不明である。出来上がったイエーガーマイスターの色はシンクなのだが、ボトルが緑色であるため、ボトルに入っている状態では黒っぽく見える。このボトルのラベルには2018年現在、オスの鹿が描かれている。リキュール名の イエーガーマイスターというのはカルードの守護聖人を意味しており、これは7から8世紀頃のドイツあたりでお鹿の角に精霊を見た人物が後に聖職者になったという物語に由来している。またイエーガーマイスター社の米国版公式ホームページによれば、漁師ヒューベルトがこのシーンのハンティングマスターに敬意を表し、お鹿の紋章を採用したと解説されている。ちなみに、 ラベルに鹿の絵がある上に液色がシンクであるため鹿の血液が入っているのではないかとの噂もあったがこれは事実ではないこのイエーガーマイスターはドイツ本国での消費はもとより輸出されて世界各地で消費される特にアメリカでの人気が高いことで知られている1980年代半ばにニューオリンズで評判になったあたりから アメリカでの人気に火がついたとの説がある。イエーガーマイスターは、そのまま、つまり、ストレートで飲まれる他に、カクテルの材料などとしても利用される。ヨーロッパでは、イエーガーマイスターを、ボトルごと冷やして、それを、ストレートで飲むのが、一般的な飲み方である。なお、ドイツでは、イエーガーマイスターを薬師と考える人もいるという。薬師として扱う場合も、 基本的にはストレートで飲まれる。パウンドケーキに少量のイエーガーマイスターを使用する例も見られる。つまり、イエーガーマイスターによる香味付けを狙った利用法である。イエーガーマイスターの製造元である、マーストイエーガーマイスター社は、ドイツ本国で長年レーシングチームのスポンサーを務めており、オレンジ色の派手な車体塗装が有名である。 1976年に開催されたドイツレーシングカー選手権の第1.2戦ではイエーガーマイスター色をまとったポルシェ934が優勝。その後もポルシェ935や BMW M3、アルファロメオ155といったレースカーのスポンサーとして活躍した。ABCDE、リキュールブック p 2 2 a b リキュールとカクテルの辞典 P80 ヒストリー。 ジャガーメジター2021年2月7日、アクセスとハット、リキュールとカクテルの時点 P70、リキュールとカクテルの時点 P80、リキュールとカクテルの時点 P81AB、e リキュールブック P23 文脈と、当該地域から考えると、精霊の誤植である、可能性も否定できない。無論、精霊で、正しい可能性もある。ひとまず、この部分の出典である、 整備堂出版編集、リキュールとカクテルの実店 P80 整備堂、出版2001年8月20日発行 ISBN4 から415008356において、精例と表記されているので、その表記に従った。ありがとうございます。